今やですね、一日でも目を離してしまうと動きがつかめなくなってしまうという FMW10.19 宮城県スポーツセンター大会をお届けします。ゲストにはこちらの方をお呼びしました。大谷久勝選手です。こんにちは。やはり大きい方でいらっしゃるんですね。私は顔が大きいんです。で、今日は大谷さんは解説で頑張っていただくことになってますので、はい、緊張しますんで。あ、そうですか。もう緊張なさらずに。 10.19 に行われました仙台大会ですね。で、なんと今日は初出演になるわけですよね。侍初出演、しかもバトルセッションは当然初出演ということで。いつも見てるんですよね。あ、中名持ってらっしゃる、いつ来るかいつ来るかなって確かにハヤブサ選手とか多いような気もしますね。多いですね、卑怯ですね。卑怯ですか。あの、きっと見てますよ、ハヤブサ選手も。中南持ってますから。やろ、あら、やばいということで、戻しますと、仙台大会をですね、これから解説していただきます。はい、はい、全6試合行われました。はい、で、冒頭にも申しましたが、とにかく今 FM のこの勢力図がですね、コロコロと変わりました。まず一番大きな変革と申しますと、当然全設立になりますね。で、大谷さんはとりあえずこの 10.19 ではアメリカ版 FMW のまだスタンスでいるわけです。ところがもう、川崎大会の翌日に大仁田が前後もう作ると考え、そしてついていくのが保坂、金村、黒田、非道5人。いきなり5人のメンバーになってしまった。で、そのまた翌日に記者会見を開いて、まあ、いろいろ言ってましたね。6か条でしたっけ、これから、興行権タイトル戦をやれとかね、 あとデンディーバッハはもう封印しろとか、そういった話、勝手に使うなということですよね。いろいろありました。まあ、これにはびっくりしました。で、結局黒田選手もそれから他のメンバーも FMW のもう所属ではないわけで、これも会社として辞めて全に行ったわけですよね。そうですね。あれ、確かそう、前回のバトルセッションで、高柳アナウンサーが言ってました。そうですか、はい、興味ないご自分が出てる番組以外は興味がない。もちろんですよ。あ、そうですか、困ったな今日は。けど、自分もね、今日の試合ね、メインで登場します。負けてるんですよね。なんで勝ってる時のあれに呼ばないのって。あの、普通これ中継番組なんで何も言えないよ、あれじゃ。あ、はいはい、あの、普通中継番組なんで勝敗はあまり言わないんですけど、もうおっしゃってしまいました。まあ、とにかく大変な出来事こうやってあるんだから、仙台大会って言ったら、もうね、結果は分かってるでしょ。まあ、ファンの方はね、当然もうご覧になって、で、なぜじゃあ敗れた自分がゲストなんだと、ちょっとお怒りなわけですね。そうです。それはあの侍、わざわざ兵庫県から来てよなんで負けた試合を解説せきゃいけないの。ああ、確かにそうですね、ああそうですか。だから来た早々お腹減っただの、なんかいろいろグズグズグズとおっしゃってらしたわけなんですね。もう腹は減ってるわ、負けた試合は解説するわ。もう今、あの、笑い声が一瞬周りから聞こえたでしょ、ディレクターが今笑ったんですよ、お腹抱えて。ディレクターが悪いですか。ディレクター悪いですか。だから、あの、ゲストに呼んだことも、ディレクターのせいですから。けど、まあ、弁当もらったから許しましょう。はい、あの、なんとかお願いします。じゃあ、とにかく試合3試合行ってみましょう。FMW パワースプラッシュ97第6戦を迎えました。宮城県は宮城県スポーツセンター、2400人のお客さんが集まっています。第1試合をご覧いただいています。藤田豊成、全然スタイルが変わりました。大谷さん、もう顔も変わりましたしね、髪の毛も変わったし、私もああいうモヒカンなりにね、やりたいんですけど、眉がちょっと薄いんでね、できないんですよね。羨ましいですよね。どう私はコメントしたらよろしいでしょうか。今日はあの、本当に遠くからね、お越しいただいた大谷さんですけれども、藤田は結局怪我でずっとね、欠場してました。あの、膝が悪かったですね。そうですよね。このシリーズから復帰という形になりましたよね。そうですね、怪我の前と後で本当に変わるもんですね。やっぱり道にしないとね、忘れられますからね。もっとも今は藤田は全入りを果たしています、名前も藤田豊成、この豊成はカタカナでよろしいんでしょうかね。そう、知りません。ああ、そうですか。フィッシャーマンスプレックス、そしてラリアットをつないでいきました。対角線に飛ばします。
ミスターポーゴを飛ばしていく、足が待っていました。この辺りはうまいところ、ポーゴです。ネックブリカードロップに行きました。初代ポーゴの最後の弟子、そして初代ポーゴが96年12月引退した時に名前とコスチュームを授かったわけですね、はい、現在はミスターポーゴを襲名しています。フロントスープレックス、いやスロイダーと言っておきましょう。うまい攻撃に出ました藤田です。藤田は体が柔らかいですかね、はい、スープレックスは本当に威力があってすごい綺麗ですよね。対角線にポーゴが乗せました。これは顎砕きに行きました。そのまま片襟固め、ポーゴです。カウント3、あっさりですね。あっさり決まりましたね。ダイジェストでご覧いただきました。第1試合はミスターポーゴが10分14秒、片襟固めで取っています。前に入ったこの藤田、これはねやっぱり白星本当はね狙いたかったんでしょうが、怪我のブランクありますからね、はい、今後に期待しましょう。そうですね。第2試合です。タッグマッチをご覧いただきます。土屋と前泊、相手は佐藤と中山です。大谷さん、はい、佐藤なんですが、これ今はもう猛毒隊のメンバーではないと考えてもよろしいですか。女子は全然見てないんで、そうですか。どうなってるのかさっぱりわかんないですね。普段ご覧にならない。見ないですね。ああ、そうなんですか。じゃあ今日はじっくりとご覧いただきましょう。ラリアットを交わしたのは中山、そしてパンチを放っていきました。自らロープに飛びます。土屋はすでにリングアウト、そこにラッケブラーダ、セカンドロープランになっていきました。エプロンに1回出てからの中山、ラッケブラーダです。無理やり土屋をキャンバスの上に上げます。さあ、そしてベントを上げました。はい、体がちっちゃい、体が小さい、確かに中山はそうですね、153センチです。そして佐藤が登場です。もうちょっとね体重をね、2人とも増やせばね、はい、少しは立ち位置ちょっと立ち打ちできると思うんですけどね。ははは、ちょっとあのもうちっちゃすぎますね。あ、そうですか。腕締め狙いはシャラク土屋です。中山の体重の方は57キロです。一方の佐藤、身長156、体重は56、まあ、ほぼ似たような体型ですね。ギロチンドロップ払っていきました。そして中山、中山がコルバタに来ました。人工衛星、そして佐藤にスイッチしたいところなんですがスイッチできません。ズルズルズルとマットのほぼ中央へ削っていく。ああいう技も体重があればね決まるんですよね、はい、ああそうですか、さあ前止まりが登場です。これは辛い。この試合もダイジェストでご覧いただいています。シャーク土屋対中山からまた一瞬にして前止まり対、いやいやいや、これは2人がかりを防いできました。中山、佐藤も登場です。土屋対佐藤の絡みになっています。ラリアットを交わしました。シャーク土屋は何といっても現在4冠チャンピオンです。4冠になりますね。初代世界女子6人タッグ、第4代 LLPW 認定6人タッグ、 WWA 世界女子、それからインディー世界女子ですね。すごいです。これはもしかしたら女子プロ界の大挙かもしれません。うまい形になりました。 DDT です。セルタは全部取ってほしいですね。女子のベルト、でもそれから実力者ですよね、はい、そして戦い方を心得ています。これはちょっと浮かさないラリアット、バックを取られたバックドロップです。中山がやられました。前止まりがラリアット、佐藤宮に埋まっていきます。佐藤と中山、今日で4回目のタッグ結成です。7.27 後楽園世界女子6人タッグ王座決定トーナメント1回戦で、まあ、あれは裏切りだったんですけれども、一応中山と小杉と、まあ、これは JD の選手ですね、それから佐藤、この3人がなぜか急遽タッグを組むと、しかし途中で裏切ってですね、やはり猛毒隊の佐藤だったという図式がありました。ただそのあたりからですね、次の 8.31 の後楽園ですね、佐藤対アジアのシングルマッチ、不甲斐ない試合をしまして土屋に佐藤が接班されましたね。はい、そのあたりから全然美味しくないです。そうですか。あ、完全にツッチーボムで取られました。佐藤が取られました。もう完全にタッグは組ませてもらっていません。佐藤美和、今日もツッチーボムの前に沈んでしまいました。佐藤美和です。さあ、前の2人が登場です。非道と黒田、相手は正規軍のリッキー・フジ、中川浩二です。30分一本勝負のタッグマッチ。大谷さん、はい、軌道と黒田、特にこの黒田がですね、全入りを果たした。これちょっとびっくりしましたね。そうですね、雑誌で見たんですけど、ね、大分さんと、はい、トレーニングしてるし、はい、どうしたのかなと思ってね、
会場に来てみますと全員入っちゃって、はい、ちょっと驚きましたね。 9.28 川崎大会の2日後 9.30 大仁田が記者会見を開きました。その時に全部メンバー全員集まりました、そして黒田の発言ですね、FMW ではチャンスをもらえてなかったので全のためにこれから体を張って頑張るというコメントを残しました。まあ、自分もなんだ、はい、まあ、黒田の試合はよく見てたんですけどね、はい、まあ、川崎でもそう第1試合とかね、はい、まあ、黒田だってレスリングはすごいできるし上手いですよね、けど、全然チャンスがないっていうかね、はい、なんかかわいそうな部分はありますね。自分も敵として見てたんですよね。いいもん持ってますよ、はははは、根性もあるし、はい、練習もトレーニングも一倍、ね、やってますしね、それは当たり前なんですけどね、はい、一生懸命やってんですけど戦いの陰に隠れるっていうかね、ちょっとかわいそうな部分はありましたけど、これがいいんじゃないですかね。田中はシングルのベルトをね2回取りましたが、黒田はデビュー4年7ヶ月にしてまだシングルのベルトは巻いていないですよね。グリーンタックのベルトは巻いていますが、私も巻いてないです。あ、プロレス12年間やってきて一度も巻いたことないですね。はあ、もうそれ余計ですね。いえいえいえさあ、この第3試合タッグマッチ、リッキーがちょっと捕まっていますが、ここで黒田が登場です。黒田対リッキー富士になりました。なんといってもリッキーはカナダでデビューを果たした選手です。ロックンロールリッキー富士、その人も一時新日本にいましたからね。ああそうですね。そして前のコスチュームはやはり黒がイメージカラー、膝を狙っていきました。その黒いコスチュームの膝、左の膝を狙っていきましたリッキー富士です。黒い軍団とね言ったら正解なんでしょうか。マット界にまた一つ新しい団体が誕生、ゼンです。うまくロープを使っていきました。中川が逆肩襟固めの体勢、ステップオーバーはまだしていません。選手も、はい、選手ですね。中川選手、あ、そうですか。地味です。まあ、自分とよく似てるんですけど、ね、はい、地味だけど基礎ができてますからね。もうデビュー6年目ですね。そして絡みはリッキーと黒田に戻っています。ステップオーバーしました。リッキーです。足をかけていく、今のどこが効きますか。今のはふくらはぎから膝の内側ですね。ああ、そうですか、ははは。何気ない技に見えるんですが痛いですよ。ああそうですか、はは。何気ない技は本当に効き場合がありますからね。ああ、それはプロレスの技はみんな痛いですけど、はい、そしてボー&アローに行きました。変わった入り方です。これは一瞬にしてくれました。浅いですね、はい、ちょっとフックが甘かったですかね。片足をキャッチ、左の足、いや両足をキャッチ、移行です。そのままステップオーバーしてボストンから狙いか、下からパンチを3発目、そして頭突きに行きました。ヘッドバッター、すぐ行かないとちょっと遅いね。そうですね、ちょっと躊躇してますね。なかなか行きませんでした。さあ疲労に捕まってしまいました。なんといっても疲労は今日お誕生日です。28歳になりました。あ、そうなんですか。はいちょっとコーナー中川が捕まっています。その誕生日を迎えたハッピーバースデー疲労が登場です。もともと邪道下道から誘われて、はい、チームを結成、しかし現在は、まあ、あの2人とは全くね行動をことにしています。コッシュもあの2人は黄色、疲労は真っ赤です。 STF ステップオーバートーホールドウィズフェイスロック狙いです。ポジションの得意技ですね。あ、そうですね、あと1メーターぐらいで、いやいやいや、もっと近かったんですね。サードラウンドのエスケープ、右の手が届きました。ストンピング攻撃、攻撃の手を緩めません。背中に日の丸です。軌道、そしてエプロンサイドから黒田、黒田前に入って、やはりちょっと変わりましたかね。動きはもうすごく良くなったですね。そうですか、もともとデビューは PWC でしたね。私はもうデビュー当時からずっとこの選手を実は見てきまして、取材もさせてもらいました。そうなんですか。あの頃の黒田とは全く違いますね。デビューして4年7ヶ月、5年目に入っています。自分としてはやっぱりショート体制の方がいいですね。あ、そうですか、デビュー時からずっとねショートだったんですがね、現在はこのように黒の前から真っ黒いブラックのコスチュームロングタイツです。黒田、さあ軌道がリングインです。ロープに飛ばしました。ニールキック、これトータルダンジレンジャー黒田とやったりすることも考えられますかね。今後練習なんかしてるんでしょうか。
さあこれはどうだ、返していく、さっきの低いお腹しね、やっぱ顎の辺を狙っていかないと、はい、ちょっとポイントがずれてましたか、このこれ技をやる選手がねいっぱいいるんですけど、はいはいはい、みんな見てると浅いですね、ああそうですかという指摘が飛んでいます、大谷さんの口から飛んでいます、ラリアット、思えば第1試合に登場した藤田智成がトータルダンジレンジャーの最初の実験台になりました、現在も1日数百回をトータルダンジレンジャー食らっているという藤田、まあそれは嘘かもしれませんが、数百回っていうのはね、それは嘘でしょしかし非常に縁があるあのだんじりからね名前を取りました、大阪岸和田出身の藤田、そのだんじり祭りのだんじりから取ったダンジレンジャーという得技があります。今日は非道と黒田がタッグを組んでいます、全のメンバーです。さあこのまま神風に行くんでしょうか、ロックンロール、コーナーサイド助走距離を取りました、マットの中央、鉄骨と鉄骨 X の字に組んであるところに放っていきました、一応考えています、これは息詰まるんですよね、ああそうですか、そしてダイビングショルダーアタックを見せました、中川浩二選手会長、ノーザンライト気味でしたね、そのままカバーの形崩れました、二人がかりロープに飛ばす、チョップです、エプロンの黒田をリッキーが落としていきます、そしてスコーピオンデスロック、中川浩二、もうちょっと体反ってますね、そうですか、ちょっと反りが足りませんか、軌道はご覧のように苦しそうな表情ではあります、黒田が登場、助っ人に登場です、カットプレーはヘッドバットだった、2発目まだ離さない、中川がスコーピオンを離しません、3発目は左のキック、これにはたまらず離しました、さあ2プラトン攻撃、コーナーを使っていきました、これはどうでしょう、2人でカバーですか、そんないいですかね、レフリーはカウント入れましたね、カウント2、リッキーがカット、今のはあれですか、なしでしょう、あそうですか、ルチャじゃないんですから ねルチャだったら OK なんですが、後ろに投げていきました、リッキー藤です、見たことないレフリーなんだそうですね、なんだこいつ、まあ、現在は正規軍のリッキー藤、中川ももちろん正規軍です、リッキー対黒田哲弘、PWC デビュー当時は黒田哲と言いました、広いというこの広の一文字はありませんでした、現在は黒田哲弘です、あーフラ DDT、 これはいい形、カウントアップ、いやいやでも惜しいところに行きましたね今ね、場外乱闘になっているようです、キャンバスの上では黒田がサンダーファイヤーパワーボム、全で花開くか、ちょっと今のパワーボム低いね、そうですか、ちょっとサンダーというには低かった、低い、そうですか、左のラリアット片指固め、これはどうでしょう、強打も返されました、いや自分はね入ったと思ったんですが返されたようです、もう一発左のラリアット2連弾取りました、最後は指固め、15分を超えました、黒田が取りました、勢いに乗ってるんだとやっぱ強いね、全入りした黒田、花開く、ミチプロが助っ人しての新崎人生登場、正規軍対アメリカ版 FMW という形になりました、第4試合は30分一本勝負です、大谷さん、はい、スーパーレザーは全くあのプロフィールはこれ公開されてないんですよね、年齢的にはおいくつぐらいだと思いますか、始まりですかね、ではないかと、そうですか、全く本当にねわからない謎に満ちた選手です、さあこちらが新崎人生ミチプロの選手です、ミチプロで唯一のヘビー級選手、そして FM のヒーロー早見さです、さあいよいよタッグマッチ30分一本勝負が始まります、先発はグラジエーターとハヤブサ、イニエゆっくり両者回っていきます、大谷さん、はい、このタッグマッチは見ものですね、いやそうですね、なんといってもグラジエーターのこの巨漢ぶり、レザーもでも大きいですよね、そうですね、主な相手にヘビー級の人生、そしてもちろん現在ヘビー級のハヤブサ、どう立ち向かっていくか、さあと言いますか、いやフェイントでした、自分のそのグラジエーター、はい、スーパーレザーやりたくないですね、やりたくない、椅子が飛んできました、しかし大事な至らず、ハヤブサがその椅子をセットして座ってしまいました、マットの中央、そこにスライディングリングイン、キャンバスに上がってきたのはザ・グラジエーターです、
デビュー当時の名前はマイク・アッサムと言いました。もちろん得意技はアッサムボムなどで式もあります。はい、自分も一回、はい、あのマイクとやったんですけど、あグラディエーターとやったんですけど、はい、アッサムボム全身しびれましたが。しびれましたか、はい、じゃあ神風アッサムボムはもうたまんないですね。たまんないですね。ああ次の日自分飯食えなかったですもんね。あそうですか。胃袋気持ち悪くなってて。大家さんがそうおっしゃるぐらいですから相当ですよね。ああ自分の肩口に落としていきました。はやぶさこれはたまりません。飛んでしパワーねよしね、いいことですんですね。もう文句のつけようがないですか。あとグランドボイダラもう、勝ちました。ジャーマンを1回戦して立ちました。そしてソバット、これはちょっと当たりが浅かった。はやぶさ人生がどうやら登場します。リングインです。新崎人生、あとグラディエーターに、ね、グランドを覚えてくれればね、はい、怖いもんなしですねですね。でもますます大家さんのこれ敵になっちゃいますね。でそのレザーの方がグランド、はい、うまいんですよね。あそうですかね、自分とやるときグランドで、シングル何回かやったことあるんですけど、はい、まあ、自分を意識してグラウンドでやってくるんですよね。ははは、決してそのラフファイトばかりではないのがスーパーレザー、まあ、元初代レザーフェイス、ということになりますでしょうか。マスク取ってやればね、はい、いいと思うんですけどね。そんなマスクつけてそんな会計派じゃなくて。あそうおっしゃりますか、実力もありますからね。一説には素顔で日本のメジャーのマットに上がったこともあるんじゃないかと言われてるそうですよね。さあ拝みあたりです。新崎人生お箱、まずは4分の1、そして4分の2周目に行く途中のテンチョップ払っていきました。人生こいつマスクかぶってから聞いてるのか分かんないですよね。ですね、マスクマン忘れがありますね。これは戦う方にとってみたら戦いづらいですよね。そうなりますよね。そしてこのね今のこのスタンス、これももしかしたら振りかもしれないし。そうそうそうですよね。休んでるのかもしれないですね、さあ飛んできました。これは聞いたでしょう。新崎人生も現在は体重108キロあります。身長は180センチです。たまらずとりあえず場外にエスケープ。スーパーレザーです。血獣レザー今ゆっくりとリングインです。もうちょっとグラウンドでねかぎ混ぜれば、はい、アンボアンド人生もねグランドできるのかね、ちょっと分かんないし。得意技には極楽固めなんていう技もね、ありますね。最近のフィニッシュホールドグランドで攻めていけばなんとかね、はい、レザーが今一瞬グランドに行こうとしたんですが、これは連携を誘いました。グラジエーターがカバー返しました。人生です。この試合は30分一本勝負です。第4試合です。仙台大会コーナー際逆水平チョップグラジエーターです。現在32歳、フロリダ州タンパ出身です。地獄突きを見せました。今のいいじゃないですか、さあ形勢逆転できますでしょうか。ラリアと返しました。前蹴りが飛んできた。人生ちょっときつい。しかしさっきの地獄突きは全然効いてないですね。効いてなかったですか、そうですか。この硬いグラジエーターには効かないんでしょうか。そしてロープを掴んで、セカンドロープを掴んでショルダーアタック、ランバスを放っていきました。首アタック、一回転して人生が逃れる。この地獄突きはどうでしょう。まだですか。まだですね。ああそうですか。甘いという声が飛んでいます。実況席です。ドロップキックを放ちました。打点は高かったように見えたんですが、192センチのグラジにドロップキック、高い打点で人生が放っていきました。浅かったですね。浅かったですか。当たりは浅かった。なかなか手厳しいですね、やはりね。さすが新日出身の大谷選手です。マット中央に引っ張ってきました。グラジエーター急所のあたりですね、下腹に見舞っていきました。ヘッドバット投げていきました。横四方をカバーの形返していきました。カウンターは1しか入りませんでした。まあ現在全がその
設立されてしまった以上ですね、このハヤブサ、とにかく正規軍がですね、これも勢力考えたら押されつつありますので、頑張んなくてはいけないですね。そう、頑張ってもしょうがないでしょう。あら、とおっしゃるには訳があるんですね。大家さんはこの時点10.19 では正規軍といいますか、まあ、あのアメリカ版 FMW にいらっしゃったんですけれども、現在では全入りを果たしています大家選手、今日のゲストです。ガブっていった DDT、 ゆっくりとした DDT です。しかも椅子の上放っていきました。今のは DDD というよりはゴーストバスターといった方が正解ですかね。もう一回かぶっていきました。これがスイッチです。ガジェット本当に椅子を、はい、まあ、反則なんですけどね、椅子使うのも うまくなってきましたね。あ、うまいですか、別にそんな椅子なんかいらないですよね。なくてもこれ当然強い選手なんですけどもね、トップロープ喉元たまりません。はやぶさ、いつも考えてますね、本当試合のことは。あ、そうですか。キャリアは9年目です。8年8ヶ月のキャリア、ザクラジエーターです。あ、まだそんなもんですか。そうなりますね。計算しますと89年にデビューしています。ローカルの IWF マットでデビューしました。コーナー際の攻防になりました。グラジエーターが狙っていますが、ちょっと滑りましたか。そこをハヤブサが捕まえてグラジを座らせました。流れ式ちょっと不完全ではありましたが、確実に飛んではいきました。ダメージはあまり奪えてないですかね。しかし前は札幌でやった時は、はい、これでフォール取ったんですよね。あ、そうですね。今日は形が悪いし、さあ2人がかりではどうでしょう。フェイスクラッシャーに行きました。2400人宮城県スポーツセンター沸いています。お客さんが沸いています。さあ、人生がエプロンからすぐにこのロープに飛び乗る速さ、すごいものがあります。そしてダイビングショルダーアタック。人生本当にあの飛び乗るのが早いですよね。早いですね。なんといってもハヤブサの人生は全日本マットに参戦しています。コーナーを使う、トップロープを掴んでおいて体を浴びせていこうというところ、膝が待っていました。やはりうまさがあります。もともとはね、荒削りなファイター、ラフファイター的なイメージが強かったザ・グラジエーター、現在ではもう全て兼ね備えた、あとはブランドのみというね。そうですね、お前さんがおっしゃるようにブランドのみという、もうブランドを覚えたらね、天下無敵。本当にやりたくないですね。ああ、やりたくない。ああ、そうですか。ハイスクール時代からフットボール選手でした。プロの道を諦めた、 NFL を諦めてプロレスラーになりました。グラジエーター2プラトン攻撃、カットプレー、なんとか正規軍間に合いました。トラースキック、右のけさ切りチョップ、つないでいった、ガブった、持ち上げる。人生が、道プロの人生が重いレザーフェイスを持ち上げてパワーボム、ちょっと中途半端ですね。125キロあります。極楽がため、これはどうでしょう。サブミッションに移行した。今のは、あ、飛び出てきたんでカットに自分から行ってしまったという形ですね。極楽のためを自ら外しました。ハヤブサがスライディングキック、場外の攻防になっています。さあ、ハヤブサが飛びますよ。美しい飛び方です。美しいんですけど、はい、体が軽いんですよね。あ、そうですか。そんなダメージは与えられないですね。コシヒューマの直球みたいですね、速球みたいですね。このカウントは2です。思えばメキシコ遠征に93年ハヤブサが行きました。94年4月日本デビューを果たしました。スーパー J カップライガー戦を経験しました。その後はこの空中殺法、華麗な空中殺法でメジャーの座をキープしています。ハヤブサ選手、コーナーでちょっとやられています。グラチが戻ってきました。コーナーには、これ大谷さん危険ですよ。向こう側レッドコーナーでもね、グラチがスタンバっています。危ない、何来ますか。ダイビングボディープレス、見ててすごい大ピンチ返した。すごいという声が実況席大谷さんの口から飛んでいますが、ハヤブサがなんとあのダイビングボディープレス、135キロのダイビングボディープレスを返していきました。これは危ないアイナーボム。粘るね。粘りますね。全然こっちことどうやって、頑張ってますね。はい、ジャックナイフ、小技も使います。グラジエーター、これもっと使えばいいですね。グラジエーターもね、まあ、もう小技がね、あのグラウンドで見せられれば、もう本当に言うことなしですよね。ドロップ一つにしてもね、はい、こいつの後すごい効くしね、はい、人生がハヤブサの助っ人に来ました。そして足をキャッチ、外回転のドラゴンスクリュー、
10.10 ミチプロマットでも見せました。この外回転のドラゴンスクリューからプランチャースイシーダーに行きました。新作人生画面の向こう側、画面のこちら側ではトップロープ使われてしまいました。ハヤブサ、これはピンチです。喉元でやられました。うまいですね、これもね。スーパーレザー、うまい攻撃を見せます。ガブりました。ロープ使うのうまいですね。はい、グラジエーターにしてもレザーにしても、そうですね。前に落としていきました。体重があるだけに、ハヤブサなんとか返していく。まだこれで決まってしまうわけにはいかないと、正規軍のハヤブサです。お客さんもありますよね。ああ、そうですね、確かにそれあります。尊敬するのは大仁田敦史、ハヤブサ。しかしその大仁田は禅の対象になってしまいました。ジャーマンが崩れた。カバーにはいけない。ロープにはダブルアームの体勢、持ち上げますか。ファイルドライバーに行きました。ダブルアーム式ファイルドライバー、タイガードライバーに行きました。コーナーを使います。白いコーナーマット、最上段から早草が飛んできた。ファイヤーバードスプラッシュ、鮮やか。やはり決め技はこの技、ファイヤーバードでした。鮮やか、スーパーレザーを切って取りました、正規軍の早草です。さあ、二冠選手権です。田中初防衛戦です。チャレンジャーは保坂、禅の保坂です。2つのベルトが保持されています。ヘッド田辺さんがお客さんに見せてくれています。第3代インディー世界ヘビー級、もう一つが第12代世界ブラスナック。チャレンジャーはこの男、禅の保坂秀樹です。一方チャンピオンです、二冠チャンピオン田中雅人、デビュー5年目にして初のシングルベルト体感、しかも2冠同時に体感、田中雅人。保坂の場合はすごい地味ですけど、レスリングできます。できますか、ね、この一戦大谷さんとしてはどんな展開を予想しますか。わからないですね。予想しにくいですね。時間は無制限、一本勝負。スライディングカニマサミ、バックを取ります。上に回る、下から腕を取る、回転して逃れる田中、バックを取り返した田中です。グラウンドやったら保坂が勝ちますわ。あ、そうですか、レスリングの経験もあります保坂。スタンディング両者仕切り直しです。右手をちょっと持って気にしました。ヘッドロック田中。2人とも本当いい選手、いい選手ですね。キャリアは保坂の方が2年ほど上回っています。6年2ヶ月が保坂、田中が4年3ヶ月です。トラス気味、飛び乗って裏勘だな。いや、クランケンしたいなと言っておきましょう。ダメージはそんなには。まだまだ、はい、パワースラムに行きました。鮮やかです。田中大きくなったですね。肉体的にですか。肉体的にも精神的にも、はい、精神的にもですか。この2人、この右のラリアット2人じゃねえや、田中選手、はい、あと小坂もかな、はい、メジャー行ってもやってきますよ。ああ、そうですか、メジャーの意味で本当強しますね、はい、もしかしたら全日本マットとか、そういったマットを考えている、頭の中よぎっている田中かもしれませんね。とにかく現在は2冠チャンピオンです。シングル2冠チャンピオン田中雅人。自分が来た当時はまだまだでしたけど、あの、はい、FMW に来た時はまだ93年に田中は来ました、全然違いますか、その頃とは。ニールキック、保坂、本当レスリングもできるようになったし、いい試合するようになったしね、はい、大仁田敦史の最後の弟子、そう呼ばれています田中雅人、椅子を持ってきました。保坂は現在全なんですが、コスチュームは黒ではないんですね、全カラーではないんですね。この後の方の大会で、こう黒いコスチュームにね、どうやら統一されたようです。そうですか、はい、現在は白を基調にしています。保坂のコスチュームです。椅子を取っていますよ。危ない、そこをトラースキックで跳ね返していく弾丸エルボー。しかし今椅子に当たりましたか。やめたいね。ああ、よく見、形勢逆転、よく見てましたね、結局当たりになってしまいましたね。弾丸エルボーでディフェンスしたまでは良かったんですが、さらにこの椅子攻撃続いています。一瞬のうちに攻守が入れ替わってしまいました。休んだらいいのかな、というのが実況されています。やるのはやらないと、はい、それは
の保坂に対してです、ね、そうですね、はい、確かに攻撃と攻撃、椅子攻撃と椅子攻撃の間に間合いがあります、間があります。このギロチン攻撃、これはきついでしょう。田中、なんかいつもと違いますね、保坂ね、保坂の動きですか、動きもなんか、お客さんにアピールでね、仕方も違うし、トップロープを使っていきます。えげつない攻撃、それはやはり全入りを果たした、そうですね、起因しますか、そうですか。二冠チャンピオン、苦しそうな表情、ベルトの体感は 9.28 川崎でした。グラジエーターから減りました、15分18秒減りのため、二冠チャンピオン、行かないと、これ肘のブレスを今外しました。テーピングがさらけ出されています。トップロープを使っていきます。これ腕は今どんな状況なんですかね。もともとこのようにテーピングして登場したというのはやっぱり悪いですね、はい、やはりその痛めている箇所を攻めていく、これはプロレスの鉄則というわけですか。しかし意味もなくたまにテーピングすればいいんですよね。そこを攻めてきて怪我もしないんだけどね、そういう作戦もありますけどね、田中の場合は多分悪いと思うんですけどね。あの今おっしゃったそれってやはりありますか。あります。そうすると一瞬相手に隙ができますよね、一点集中攻撃する相手に対してね、そこを狙っていくと本当左肘が悪いんだけど、そこにはテーピングしなくて、反対に右の肘にテーピングしてで右用に狙わせるとね。そうですか、いろいろ作戦ってあるもんですね。さあ腕式狙いですが、アームロックに切り替えてさらに膝を落としていく、いやヘッドバットでした。攻める方も怪我してる方を攻める段じゃ面白くないですよ、もし左手が怪我してたら、はい、腕を攻めるんですよね、はい、そうすると両手が使えなくなると、そういうそういうのあるんですよね。両手やられたらもう、足とか体で行くしかないですからね。もしそれが本当に右腕が悪かったんだ、だったら、はい、左腕を攻めますよね。はい、深いですね。いろいろ攻撃のパターンとかその、ね、防御にしてもそういうパターンがあるんですかね。今のは痛そうでした。さらに腕折りです。脇固めに移行しました。大阪秀樹前です。これはきつい。ニアロープ、左の足でエスケープ、サードロープ届きました。田中です。田中は体が硬いですから、グラウンドで攻めていけばいいと思うんですけど、あれはね、田中選手はもともとラグビー、そしてボディービル経験しています。まあ、体の柔らかい競技スポーツをやっていたわけではないですかね。ただボディービルってどうなんでしょう、これ柔らかさも関係ないですよ。関係ないですか。ボディービルやっててちゃんとストレッチ運動やってれば、はい、大丈夫です。ああそうですか。一応免許持ってますね、はい、インストラクターのでしたよね。大谷さんの一面が伺えます。今のコメントも深いコメントでした。田中のニックネーム、タカちゃんっていう呼ばれ方するそうなんですが、これどこから来てますか。すみません、すみません、失礼しました。投げていきました。一本背泳ぎにアームホイップ、そのまま手は離しません。右の手痛めている、右の手をさらに攻撃しようという保坂、椅子を上に置きました。椅子使ってんだろ、海を。もう一度、もう一度椅子がある。ずっと椅子置いてあったんですかね。あ、画面のこちら側にどうやらあったようですね。先ほどからこのキャンバスの上にこの一脚の椅子がずっとありました。田中が使っていく、下から現役椅子で張っていった、椅子張り手、そして雪崩式を狙っていく田中。ブレンバスターカバーに行きました。ちょっとその動作も鈍い。ボムにはいけますでしょうか。この右手で持ち上げることができるんでしょうか。さらにエルボーは行きました。だんだんエルボー、痛めていても行く、ラリアットも行く。カバーに行った。カウンターどうだ。カバーが浅い。カバーが浅いですか。カバーはどうすれば一番いいんですか。今の横からのカバーですと、もっと体重かけないと。今全然体重に乗ってなかったですね。重心をもっと相手の中央に持っていく。よく言うんですよね、そういう選手ね。ただ乗っかってるようなところね。ダイビングボディープレス。一旦体を縮めて、さらに伸ばして、ヒットするときには伸びた状態でした。
脇固めに行きます。さらに行きます。これいいですよ本当に。2回目の脇固め、この攻撃ですね、はい、ギブアップ、田中の選手に進出しますよ、はい、もしギブアップ田中がするようなことになってしまいますとこれは大変です。二冠のベルトが前の保坂に行きます。そしてこの試合がセミなんですが、メインでも世界ブラスナックルタッグの選手権試合、前がまたこれベルトをね狙ってますので、とにかくこのセミでは田中が頑張っておかないといけません。さあ行くぞ、スイング式かわされたスパインバスター、尾高秀樹危ない。うまいですね。PWC 時代は弁慶としてファイトしていました。しょっちゅうあの2人メインでねタッグでやってましたから、はい、なんかないですね、分かってますね。黒田、そしてこの保坂、当時 PWC 時代の弁慶、私もよくファイトを間近で見ていました。今はランニングスリーのように3歩前に出てのパワーボム投げっぱなし。しかしパワーボムの技が多いね。ボム系本当に最近みんな使いますね。今度は抑え込む形、パワーボムです。返しました。それで決まんないもんね、もうね。逆にパワーボムでもう3カウント決まってしまったら、お客さんが納得しなかったりする場合もありません、ね、ありますわ。時代は変わっています、確実に変わっています。そして現在この保坂は前に入団しています。FM マットの勢力図も大きく変わっています。危ない。保坂もかなりダメージがあるようで、この形でカバーですか。こういう技よりは本当はあの関節でね、はい、パチパチ行った方がいいんですけど、ははお客さんが、ありがとう、お客さんは納得しないですよね。関節は納得しないですか、FM マットでは。そうですね。それは大谷さんはどうお考えになりますか。終盤戦、いや、それでも関節やるべきだよとお考えですか。いや、こういう大技の時はこうばっかりで行くんじゃなくて、その大技の間にその関節 技を入れていくと、はい、なるほど、まあ、それがレスリングの醍醐味ということでしょうか。当然グランドアップのレスリングと、そうですね、はい、またしても椅子が登場ですよ。小坂が椅子をどうやら使おうと作戦を練っているようだ。髪の毛を捕まえる、持ち上げる、頭を膝に挟んだ、そこには椅子があった。大ピンチ、二冠が危なかった。椅子は2つありました。ダブルバーガーのように椅子が2つあった。その上に落としていきました。尊敬する織田は禅の対象になっています。正規軍の田中、弾丸エルボー、それでもエルボー、それでも弾丸。さっきのパワーボム、ね、椅子のパワーボムで、あそこから少しあの首の関節の中行くとよかったと思うんですよね。なるほど、スイング式の DDT になりました。田中将人、一時三冠チャンピオンにもなりました。現在は二冠、シングル二冠チャンピオン。さあ持ち上げる、サンダーファイヤー、自分のお箱、これぞ決めたいお箱。決められず、保坂も粘ります。この粘りはどうご覧になりますか。サンダーファイヤー返しました。何が何か分かんないでしょうね。それから田中は5日前 10.14 札幌大会で左の目の上を負傷しています。現在その傷は大丈夫なんでしょうか。エルボが空回り、バックを耐えた、投げっぱなし、ジャーマンスープレックス、さらに自らロックを決めました。大阪のラリアットをかわしたガンガンエルボー、2発目テイクダウン、片襟が食べ取りました。何か虹の中でなんか入ってないのかな。本当ですか。第3弾インディー世界ヘビー第12代世界プラスナックル、田中将人初防衛見事成功。田中選手が初防衛成功しました。試合を振り返ってみて、大谷さんはまずどんな感想ですか。保坂頑張ったね。今日褒めたのはもしかして初めてじゃないでしょうか。そうかな、ちょっと褒めてましたね、まあ、いつもの保坂とは違ってましたね。実況の中でもおっしゃってましたね、どこが具体的に違いましたか。表情が違ったし、そのタイトルマッチの意気込みがね、はい、
段の試合と全然違いますね。あ、普段の試合でもこういけばね、はい、もっと上がってるでしょうけどね。小坂のベルト体感はインディージュニアはかつてありましたけど ね、今日は岩田に信じられませんね。あの体でジュニアとはね、騙されました。騙されちゃいました。でやっぱ田中もさっきも言いましたけど、はあ、インディーじゃなくてメジャーに行ける力があります。はい、うん、だからけどちょっと難しいね。大家さんすごくあれですね、言葉をこう考えながら考えながらね、喋られる方ですね。だけど難しいというその理由はどこにありますか。それも難しいですよね。ちょっと言葉ちょっと緊張してるんですよ。緊張してます。言葉が出てこないですよ。顔はにこやかなんですけどね。あ、そうですか。今後2人に期待するもの、田中選手はこの後結構です。 OK ですか。はい、保坂選手は、保坂選手はやっぱりその技とかもちゃんとね、綺麗なんだけど、その試合に向かっていくその表情というか、はい、うちのね、それが見てこないですね。またリングに上がってもこのものとかした感じが見えるんですよ、保坂の場合は。前に入ってもですか、今日もですか、全然その表情に上がってこないですよね。だからその黒田とか、はい、田中、あの試合前はすごい表情、はい、いい表情してますよね。保坂にはそれがないですね。ただ大家さんね、実況の中でも言いましたが、2年近く、正確には1年と11ヶ月、保坂の方がキャリア長いんですよ。これどうなりますか、どうご覧になりますか。田中選手はもうキャリア5年、ね、5年目にしてシングル体感しましたよ。何回も言うですけど甘いですね。甘さがあるんじゃないかとおっしゃいますか。田中の場合はタイトルマッチにしろ、田舎のお客さんが少ない会場にしろ、はい、全力投球、まあ、それはみんな保坂もみんなやってますよ。表情がやっぱ違うんですよね、本当に。確かに田中選手なんかはいい顔に、なりましたますよね今ね。羨ましいですよね。あ、大家さんも羨ましいですか。いや、大家さんもいいお顔でいらっしゃいます。それはもうやりましょう。さて次の試合なんですが、ファイナルマッチです。第6試合です。こちらも世界ブラスナックルタッグ選手権60分一本勝負、前の大仁田と金村がチャレンジャーで、相手は大家さん登場します。そしてもう結果は先ほど言ってしまったという珍しいゲストの大家さんですけども、相手は大家さんと雁之助、ただこの時点ではまだアメリカ版 FMW の1位 で、ね、でこの試合の後に大仁田との会談があって全入りという形になりました。でも全のことはこの時点では全く考えてなかったわけですね。そうですね。そうですか。とにかくこれ大家さん、第13代のチャンピオン、今日防衛すれば2回目の防衛、確かこのベルトを過去3回取ってますが2回以上防衛したことはなかったでしたっけ ね、ですね。だからとにかく2回防衛して3回4回とね、行きたかった時点ですよね、この時点ではね。ちょっとね、チャンピオンいなかったですけどね。ブラスナックルタッグ、このブラスナックルというのはあの素手で戦うというなんか意味があるらしいんですね。そういうバリには狂気いっぱい使ってますね。あのブラックラス狂気だと思うんじゃないですか。いや、あの今何を言おうとしたんだっけ。非常に大家さんってあのペースをうまい具合に運んでくれる方でもあるし、一方でなんかペースが乱される方でも。ブラスナックルタック選手、緊張してるんですか。緊張してらっしゃるんですね。あ、マイク気をつけてくださいね。ブラスナックルタック選手権兼ですね、ストリートファイトとかっていうケースがこれよく FM の場合ありますよね。シングルでもタックでもね、チャンピオンシップでもね、まあとにかくじゃあ試合をこれ見ないと話になりませんので、だからありません。でも皆さんは見たいですよね。じゃあ行きましょうか、どうぞ。ファイナルマッチ、世界ブラスナックルタック選手権60分一本勝負です。アメリカ版 FMW 大八木坂津
ミスター段之助、二人揃って入場。チャンピオンです。第13代世界グラスナックルタッグチャンピオン、大谷と段之助。見たくないね。ご自分で見たくないとおっしゃってます。大谷さんです。実況席です。後で分かります。チャレンジャーです、金村幸弘。そして前の大将、大仁田敦。もう有能とも取れる、余裕とも取れる表情を見せました大仁田敦。チャレンジャーです。セミでは正規軍田中がベルトを死守。さあこのメインタッグマッチ、タッグのベルト、もし全が勝てば全にベルトがまたしても行きます。すでに大仁田は非道黒田とともに第7代ストリートファイト6人タッグチャンピオンになっています。 10.14 札幌の出来事でした。現在ウィングは消滅、全の金村。10.2540 歳になります大仁田。場外戦に左になりました。チャンピオンシップ軽めと掴んでいきました。椅子の海に投げつけていきました。あ、今椅子は大谷さんに向けて放ったんですかね。今向こうの方に大谷さんが今一瞬見えたように、いやすごい距離を投げていきました。大仁田です。めちゃくちゃしますね。でしたね。場外戦ゴング鳴った瞬間、いやもうなるやいないや、あるいはなる前から場外戦になっています。椅子を使いますか。最初だけ自分こういうスタイルを狙ってですね。そうですか。全 T シャツを着込んでいる大仁田が机の上、ドリルアホール、パイルドライバー、デスクは真っ二つ。痛いですよね。あの今椅子が完璧に折れましたが、これまいや半分半半折り半折り、きついわけです。折れた場合の方がね、そうでもないんですけど、あれは効きますよ本当に。あの大谷さんがおっしゃる折れるってね、要するにもうスパーンと折れると、ダメージも少ないかもしれないと。よくあれでパワーボムしますよね、はい、あれで割れなかったら地獄の苦しみですよね。なるほど。あとはあの最近女子でもあったんですが、角っこを使って全く机が折れなかったということもありました。デルフィン選手があの 6.22 波江でやられた時も角っこへの DDT だったんですね。とにかく角っこは危ない、とにかく折れないのは危険です。机の上へのパイルドライバー、折れてもたまにはその破片が刺さる場合ありますからね、はい、それがあのお客さんに見えないじゃないですかね。ちっちゃいとそれが破片が小さいですからね、お客さんからは分かりづらい。ああすでに流血です。ミスター段之助、机です、ね、机の上のねドリルホールパイルドライバーで流血をしたようです。前蹴りからフライングメイヤー、自らロープに飛びました。低空のドロップキック、肩甲骨と肩甲骨の間に放っていきました。ミスター段之助パワーがあります。金髪の狼ミスター段之助、もう一発ボディースラム。 FMW のダブルのロゴの上でした。このロゴはシャーク土屋が作りました。あ、そうらしいですよ。大谷が登場です。さあ大谷さんが登場しました。今のはスイング式のネックブリカードロップ。普通のネックブリカードロップ、あ、スイング式か、どっちですか、わかんない。そうですか。私にはスイング式に見えました。さあ金村です。チャレンジャーの金村、ギロチンです。大谷の左の膝狙っていきます。2連発ギロチンを放っていきました。今度は左の足、ももの裏側です。蹴っていく金村幸弘、現在は名前を金村幸弘と変えています。 9.28 オーバーザレジェンド川崎、メインを張りました大仁田と金村。その2人が今日はタッグを組んで全のメンバーとして戦っています。金村が行く、緊張しました。場外乱闘、お客さんも逃げ回っています。椅子の海、椅子を投げていきました。ちょっとこの選手はやりづらいですね。そうですか。場外ドリルアホールパイプドライバー、先ほどはデスクの上、今度はフロアの上、本座フロアで担っていきました。キャンバスの上、大谷とそしてウィング金村です。蹴散らしました。追いかけます。大谷が追いかける。セーフティーマットぐるっと回っていきました。4分の1周しました金村。それを追いかける大谷、首根っこを掴んで椅子の上、
今のこれ寝かそうとしました。あの椅子に叩きつけようとしたんですが、ちょっとディフェンスうまかったですね、うん、金村はね。椅子を持ってきました。キャンバスの上、全の T シャツが似合っています、はい、やっぱり苦手ですね、椅子使うの。あのレスラーっていろんなタイプがもちろんいらっしゃいますよね。椅子を自分から果敢に使っていく、積極的に使っていく選手もいれば、大谷さんのように今おっしゃったように椅子は嫌いだと断言するレスラーもいらっしゃる。タイプ全く違いますね。自分の前に試合するの地味ですからね。またしても机を使ってキャンバスの上では椅子を使っています。大谷さん地味とおっしゃいますが、これある意味ではそのバックドロップの人もですね、こだわりの技じゃないですか、ご自分で。きっとだから自分もそのあのなんだっけ、カバーを返していく、パワーロブ系とかね、ラリアットも使えばいいんだけど、はい、まあ、こだわりありますからね。使わないですよね。それあればね、もうちょっとね、この選手でもまあフォールとか取れるんだろうけど、はい。もともとスポーツは大谷さん野球をなさっていたそうで、野球でバスケットボールでね、はい、球技をしていらっしゃいました。そして先ほどスポーツインストラクターをねしていたという、免許を持っているという話もありました。新日マットでデビューを果たしました。一回転してしまいました金村です。うーん、日プロマットで新崎人生の期待を割った攻撃と全く同じ攻撃、金村幸弘の背中、黄色いコスチュームがもう破れ切ってしまいそうです。リングは消滅。デビューして7年目、デビュー当時から大事に大事に守ってきた虎の子、ウィングの名前、ウィング同盟、それをあの川崎大会でなくしました。ウィング金村、気持ちを切り替えて翌日からすでに全入りを果たしています。金村雁之助が今度は大仁田にもこの暴攻撃です。しかも真っ二つに割って、当然これギザギザになってるわけでしょ。とんがってますね。とんがってる方を今使ってますよね、これ明らかにね。腹は止まりません。さあ大谷が怒りました。一発一発に凄みがあります。第13代世界ブラスナックルタッグチャンピオンです。ベルト体感は 8.21 横須賀大会でした。すでに初防衛を果たしています。 9.28 川崎大会です。したがって今日大谷雁之助組が勝ちますと2冠を、あ、ごめんなさい、タックのこのベルト2回目の防衛戦になります。2回目防衛成功となります。もし大仁田金村が勝ちますと第14代世界ブラスタックルタック、ブラスナックルタックチャンピオンになります。大仁田と金村です。場外に蹴散らしました。金村は場外、大仁田も場外です。キャンバスの上残っていた大谷も、そして雁之助も今やってきたフロアの上、ダブル攻撃を仕掛けていきました。ツープラトン攻撃、セーフティーマットの上でもありますが、セーフティーマットって薄いからあんまり、あの普通の団体より薄いんですよね。 FM は特に薄いんですか、ね、ああそうなんですか。あってもなくても変わんないですよね。そうですか。先ほど大仁田が見舞ったドリブアホールパイルドライバーによって変形したデスク、本部席のデスク、それがすでにこのブルーのキャンバスの上に運ばれています。合唱したオランダ、パワーボム、カメラが返していきました。あの雁之助はよく思いますが、大谷さんも最近は思うんですね。悩みがあってね。悩みで拝むという大谷さんです。カバーはどうだ、カット、大谷がカット、素早いカットでした。ちょっと昔の時の大谷さんももう顔面すでに流血です。逆水平ドロップキックは金村、ラリアットは大谷、雁之助に見舞っていった、机を真っ二つ、すごい音、2400人のお客さんもびっくりです。カバー横から横四方、右の足エスケープ、サードロップ、机もお客さんが見るとすごいなと思うんですけど、はい、破片が危ないですよね。ああそうですか。確かにそうですね、お客さんのところに飛んでったらね大変ですね。ダブルアームのパワーボムになりました。ワイドドライバーではありませんでした。大仁田淳、涙のカリスマ、全では一体これからどんなスタンスで戦っていくんでしょうか。川崎大会の2日後に
早くも記者会見を開きました。全設立表明をしました。大谷パーサンダーファイヤー、大谷カット。大谷選手は第13代の世界ブラスナックルタッグチャンピオンの他に第2代94年の4月でした。第7代95年の5月でした。第9代95年の5月でした。あ、失礼、12月でした。なっています。95年の12月に第9代になって、96年の1月に奪われて1年半ぶりに取り返したこの第13代世界ブラスナックルタッグのベルトです。大谷久勝バックを取りました。急所蹴りスモールパッケージ小包み固め返しました。大谷この機会でね、やられるわけではいきません。リストを取り切れません。逆さ押さえ込みに移行、素早い移行攻撃を見せました。ああ、これ取られた。だからみたいな、今スモールパッケージこんな技でというおっしゃるコメントありましたが、その次の瞬間腕を取り損ねた金村が一瞬にして逆さ押さえ込みに移行、なんと前にベルトが渡ってしまった。大仁田と金村が第14代世界プラスナックルタッグチャンピオンの座輝きました。大谷雁之助2度目の防衛失敗。組がまたしてもストリートファイト6人タッグに続いてベルトを取りました。大谷さん、はい、この事態はこの時点では仙台大会時点では大谷さんにとってはショックだったでしょう。あの逆さ押さえ込みもありましたし、ベルトが移動ということもありましたし、あるよね、そうですね、当然そうですよね。さっき見たくないとおっしゃってたのはやはりあの逆さ押さえ込みだったからですか。そうですね、自分の負けるとこは見せたくないですね。
なのになんでゲストに今日俺を呼んだんだと、子供が見て話しむよ。あ、そうか、あの明石のご自宅に柔軟があって家族で見たりするとお子さんも見ちゃう。言わせるんですよね。勝った、負けた、なんで。それが悲しいです。え、ちょっと待ってください。 FM のその試合があったその日に電話したらたまたま子供が起きてたんですよね。はい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 。電話して、お母さん代わってちから何勝った、負けた、なんで、怒られました。お子さんの名前は何ちゃんって言うんですか。たけちゃんです。たけちゃん、たけちゃんごめんね。なんで俺の名前は、たけちゃん。いや、あの強い大家さんも今度また見れますから、今日は負けちゃったけど、たけちゃんまた見てね、頼むよ。ありがとう。で試合なんですけども、何を言おうとしたんだっけ。まあ、とにかくああいった破れ方、ベッドが移動でショックだったと。で、まあ、その翌々日ぐらいに記者会見があって、実は大家さんは全入りを果たしたと。これでも逆に言ったらもう全の大家さんですから。そうです。ベルトがもうこれで2つね、来ましたね。あっという間に。ちょっと複雑ですね。複雑ですね。負けたのにもかかわらず自分のチームにベルトがという図式になりました。だから冒頭にも言ったんですけど、これ本当に今 FMW は毎日毎日ですね、トースポをはじめてですね、いろんな雑誌、それから専門誌、もちろんサムライニュース見ないとこれ状況がつかめないですよね。やっぱサムライニュースはその一番あの、はい、夏の、 あの 情報が早いですからね。もちろんです、はい、トースポよりも早いかもしれないですね。そうですね。だからあのトースポを私撮ってますので、トースポの皆さんごめんなさい、ちゃんと撮ってますからね。私はトースポを支持していますが、でもサムライは早いです。たまにその当日の試合結果とか出ますよね。はい、いい番組です。ありがとうございます。それで、試合なんですけどもね、まあいいですね。大家さんのちょっとプロフィールでですね、いろいろお聞きしたいことがあったんですけども、入場テーマ曲、これあのプロフィールによりますとザ・マスターカタカナでね、書いてあるんですね。でこれ友達から曲をもらって、題名がなかったんですよ。そうなんです。でたまたまその選手の入場曲でそれを見たらザ・マスターバレるのかなと思ったら自分のだったんだね。ということはこのザ・マスターっていう曲名は非常にあの安易に、そうですね、適当にとりあえずつけようという暫定的なものと考えた方が、そうですね。サムライグランドの皆さん、じゃああのね、これ大家さんの口からちょっと募集をあのぜひしてしまいましょうよ。あのテーマ曲の名前、こういう名前をお願いします。ご覧の宛先までどしどし侍までご応募ください。スーパーインポーズ出るかな、多分出ていると思います。どしどしご応募ください。よろしくお願いします。これいい名前がつくといいですね。ワイルドシングだけがね有名でも困っちゃいますから ね、 やっぱり大家さんのこれがテーマだというね、かっこいい名前がぜひ決まることを期待していますので、ね、それから新日本をですね、まあ、退社 された後、SWS 一期生のこれ入門テストというか公開オーディションだったんですか。そうですね。あの頃岡本さんに、はい、もう一回プロレスやりたいんだけどって言って、はい、一回試験出たらどうだってね。でも一般公募っていうのはそれこそプロレスラーやったことある人じゃない人、そうですね、普通受けるんじゃないかなと思っちゃうんですが、まあ一からということから気持ちだったんですか。道場はパラエストラでしたっけ。そうです。でしたよね。そうですか。でその後ナウに NOW に、NWO じゃなくて NOW に行かれました。でその後第1次 FMW、これは大仁田の当選首を狙ってという、ことで、来たわけですよね。あの前なんですけどもね、今後どんな展開をしていくんでしょうね。ベルトはまず全部こう、まあ、取りたいというベルトはもう全部そう、はい、でやっぱ FMW じゃなくて他の団体にも行って、はい、そのベルトかけて防衛するとかね、はい、まあ、自分あの全じゃなくて自分自身にもあの希望があるんですけども、何でしょうそれは。もう言っちゃいましょう、藤田美さんに挑戦してですね、ドラゴンに挑戦するんですか。ムガです。ムガに上がって、別にあのはやぶさとか、はい、
早草がその全日本行って羨ましいとかじゃなくて、はい、それ以前から藤波さんのその無我に挑戦してみたいな、みたいなとかあったんですよね。そういう機会がなかったんですよ。だからその今日前からそこの番組に出たいって言ってたのは、それも言いたかったんですよね。待たせてしまいましたね、それはね。ああそうですか。いやでもこれ今おっしゃったのは初めてじゃないですか、自分私の個人としての善じゃなくて、自分の個人としての、昔 SWS でいた中野さんともやりたいですね。はい、中野真一も新日出身、中野さん、まあ、先輩に当たる方ですよね、そうです。中野さんとかで最終的にはやっぱ藤波さんとやりたい、やりたいですね。いや、それを会社がというか全員、ね、がちゃんと認めてくれれば、はい、少し嬉しいんですよね。いやこれはでもぜひ実現してほしいですね。期待していますので、早草ばっかり見出すので自分も見出したいです。今日は大谷選手にお越しいただきました。どうもありがとうございました。You think I do?